はアンハルト経典プレス公、アンハルト経典公、アンハルト経典プレス公、フリードリヒエルトマンと、その妻のシュトルベルクベルニュゲローで白爵夫人、ルイーゼ・フェルディナンでの間の4、男として、シュレイジエンのプレスで生まれた。1796年に、プロイセン王国軍に入隊し、1806年の遠征の最中に少佐に昇進し、実戦から退いた後は、 少々の地位を与えられた。1818 18年に兄のフェルディナント・フリードリヒがアンハルト経天公社区位を継承するとハインリヒがその代わりにプレス公領の統治者となった。1830年フェルディナント・フリードリヒの死に伴ってハインリヒが経天公社区位を継ぐとプレス公領はハインリヒの末程ルートビヒに譲られた。しかしルートビヒも1841年に 子供のないまま死んだため、ハインリヒが、再びプレス公爵位を引き継いだ。ハインリヒは若い頃から、ホメオパシー療法の熱心な信奉者だった。公爵は1821年に、同療法の公安者であるザムエル・ハーネマンを呼び寄せて、ハーネマンとその大勢の家族を被護し、ハーネマンは1835年までハインリヒの、旧廷時を務めた。ハインリヒは1830年に、 クロワシ勲章を授与された。彼は1841年より再びプロイセン軍に出資し、死ぬまで不評体の将軍を務めた。ハインリヒは1819年5月18日にロイスケストリッツ公ハインリヒ44世の娘アウグステと結婚したが、間に子供はなかった。彼の死と同時にアウンハルト経典公爵家は断絶した。経典公国は、 同族のアンハルトデッサウコレオポルト4世とアンハルトベルンブルク公アレクサンダーカールが相続することになったがアレクサンダーカールは継承権を放棄したアンハルトベルンブルク公爵化もすでに断絶が決まっておりアンハルト諸公国はレオポルト4世への統治する統一アンハルト公国となることが確実になっていたのであるプレス公領に関してはハインリヒ姉 アンナ・エミーリエの息子であるホッホベルク博、ハンス・ハイン・リヒ10世が相続した。ありがとうございます。